はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。イベントですね、3月から始まるイベントに持っていく、まあ、かりんの紅白、まあ、昨年ねものすごいたくさん出したので、今年はまあちょっと少なめでいいかなとかって思いながら、まあ竹内さんの分、長澤さんの分、そして古典の分と、まあ、気取りしながら、まあ、5、6本もできゃいいかなと思ってたんで、まあ、気取り2つの木を気取りをしてやってて削ってみたんですけども、悪い、思った以上に悪い。そうなんですよ、白い部分がねコブが出てなくって、まあ後ろの方は薄い方なので、まあ出てるっちゃ出てるんですけど、ちょっとイベントにしてはいまいち、数が少なくていいのがないっていうのはすげえいまいちだなと思っております。はい、なのでもうちょっとこの子をちょっと潰そうかなという気がしますね。はい、まあコーンプロット用に買ってきたでっかい材なんですけども、まあ白ね、どうしても割れとか、まあ虫穴割れ、まあ色変わったりとか、まあいろいろしてるんですけど、まあかなりいい、とっても色がいいですね。濃すぎず薄すぎずっていう感じの、とってもいいカリンだと思います。あのペンにしても問題なく、またコンプロットでね紅白撮りたいなとは思ってるんですけども、まあどうしてもこの辺とかは、この辺裏赤がこの辺ぐらいまで来てるので、紅白でこっちもちょっと割れがいるので、コンプロットなりにくいので、まあここ割ってこっち側をちょっとペン用に作ろうかなという感じです。なのでね、まあこいつももう完璧に乾いてます。材自身は本当に40年前、僕が生まれる前に入ってきて、まあ製材して、まあうちに2年ほど置いてあったんですけども、まあこいつをちょっと気取りしてカリン紅白作っていきたいと思います。こいつならね間違いなく昨年の同レベルのものができます。まあこっちの方で、まあ一イベント、まあ竹内さんとこ長澤さんのところはペン、ペンシル5本ずつ合わせて10本ぐらい持っていこうかなと思っております。まあ個展とかね、東京と九州の方はまあいつも通り、特に東京の方は1年で一番気合いの入る僕のイベントですので、まあもうちょっと数作ろうかなという感じです。いや、とこういう大きい材ね、実は刃物入れるのね、刃でこうやって気取りするっていうのはね、すごい緊張します。もうその一発で決まっちゃうっていうことがあるので、ある程度目算はあるんですけど、その虫穴割れとかっていうのを含めて気取っていくんですけど、怖いです。はい、いい材ですよね。なんか本当はこのまんまね置いておくのがねいいんですけど、まあ、そういうわけにもいきませんので、まあ、ちょっと気取りして作っていきたいと思います。はい、この辺こいつまではなんとか間に合うかな。まだまだうちに材料届いてるんですけど、そいつらはちょっと3月のイベントは無理なので、4月のイベントから出していければなと思っております。ではではまたお願いします。